バンバンハロー YouTube、 どんどんマサルです。今回は OPPO から国内向けに新しいスマートフォンが発売されることが決定しましたのでご紹介したいと思います。今回は具体的なモデルが発表されたということではなく、新しいスマートフォンの予告が公式に行われました。こちら現在 OPPO JAPAN の公式 Twitter の方ね、6月8日投稿の内容としまして、6月13日火曜日、皆さんに新たなお知らせがあることをここで発表しますという内容となっています。こちらこの画像が掲載されており、今後お発表されるスマートフォン、そのヒントをこの画像から見ることができます。画像の方を拡大しますとこんな感じになります。中央にうっすらとスマートフォンの下半分が映っていて、その隣に New Oppo Reno A Coming Soon という文字が記載されています。つまり今回発表されるモデルは、国内でも人気の高い Reno A シリーズの最新モデルとなります。今回まだ具体的にどういったスペックのものが発表されるのかということは公開されておらず、正式発表を待つならば6月13日のイベントを待っておかなければいけないということになりますが、実は今回発表されると見られているモデル、先行して海外で発売されているあるモデルではないかと言われています。今回はほぼ確定と言える情報が多数出ていますので、発表される OPPO Reno A のスペック、それから外観などにつきまして、そのリーク情報をもとにご紹介したいと思います。結論から言いますと、今回発表されるモデルは、海外で先行して発売されています OPPO A78 5G、 このモデルが国内でリノブランドに名前を変えて発売されることになりそうです。OPPO の A シリーズと言いますと、どちらかと言いますとエントリー寄りのモデルではありますが、スペックも決して低すぎるわけではなく、そこそこのスペックを持った使いやすい実用性の高いモデルというのも多数ラインナップされているのがこの A シリーズとなります。今回リノシリーズとして国内に投入されるこの OPPO A78 5G、 スペックはどうなのか、早速その辺の詳細もご紹介していきたいと思います。スペックにつきましてはこちらになります。カラーラインナップにつきましては、今後国内でどのカラーが出るのかというのは明らかになっていませんので、こちらは省略して詳細なスペックの方を見ていきたいと思います。まず本体のサイズはこんな感じ。縦 163mm、 幅 75mm、 厚さ 7.99mm となります。重さは 188g ということで、後ほどご紹介するディスプレイサイズとかバッテリー容量とか、そういったことを考慮しますと、決して、重たいというわけではなく、十分実用的な軽さと言えるかと思います。メモリーストレージにつきましては、ラインナップとして RAM 4GB、 ROM 128GB、 あるいは RAM 8GB、 ROM 128GB、こういったモデルが存在します。こちらも今後国内でどのモデルが発表されるのか、発売されるのかというところは、発表を待ってみなければいけないところではあります。ディスプレイにつきましては、サイズが 6.56 インチ、解像度は 1612×720 ドットとなります。リフレッシュレートは 90Hz とまあまあ高速なディスプレイが搭載となります。あとカメラにつきましては、背面側のリアカメラ、メインカメラにつきましては、5000万画素と高画素のセンサーがついています。なおこの背面側リアカメラにつきましては、デュアルレンズカメラとなっています。こんな感じ、このメインカメラともう一つここに小さなカメラがついています。もう一つのカメラはブラック&ホワイトカメラとある通り、200万画素のモノクロのカメラがついています。一方の前面側は800万画素のカメラとなります。
動画撮影におきましては、背面側では 1080p です。その 30fps までが上限、インカメラは同じく 1080p30fps までが上限ということで、まあこの辺はちょっと動画撮影の性能 4K が撮れないというところは欠点かもしれません。肝心の CPU につきましては、こちらメディアテックの6833という CPU が搭載されています。このディメンメディアテック6833とは、いわゆるディメンシティ7000のことを意味しており、メディアテックの CPU の中では、まあ、ハイエンドではないもの、まあまあスペック高めの CPU となっています。バッテリーにつきましては 4880mAh、 約 5000mAh のバッテリーを搭載しており、なおかつ 33W の急速充電に対応となります。一般的に急速充電と言われているのが 18W からとなっていますので、 33W となりますとその倍近くの充電ができるということで、結構充電の速度は速いモデルとなっています。あとこちら、モデル名に 5G と付くことから分かる通り、比較的価格を抑えたモデルではありますが、ちゃんと 5G に対応。海外モデルですと 5G の対応バンドはこんな感じになっています。この辺もこれから国内モデルが発表されましたら、具体的に国内での販売されるモデルはどういったバンドに対応するのかというのも明らかになるかと思います。インターフェースは Type-C 端子、それから 3.5 倍のイヤホン端子、 OS につきましては OPPO 独自のカラー OS13 が搭載されています。ということで、スペックの方いかがだったでしょうか。まあ欠点としましては、やはりハイスペックモデルではないため、ディスプレイの解像度がフル HD ではなかったり、またカメラもメインセンサーは5000万画素と高画素のものの望遠カメラがついていなかったり、超広角カメラもついていなかったりと、スペック的に見劣りするところというのも少しあります。ただしCPU がメディアテックのディメンシティ7000、それから急速充電に対応しているなど、意外と実用的なモデルとなっています。なお現行の OPPO の Reno A シリーズはどういったモデルがあるのかというところも見ておきますと、結構前に発売された Reno 10倍ズームというモデルもまだ公式ホームページの方には掲載されていますが、まあ普通の Reno A シリーズ、今回発表されるのも Reno A シリーズとなりますが、無印の Reno A シリーズがあり、そして Reno 3、まあこれは A が使えないのでちょっと違うかと思いますが、こういったモデルもありました。それから Reno 3A、Reno 5A、こういったラインナップがあり、Reno 7A、これが一番最近のモデルになります。この Reno 7A につきましては、とてもコスパが高く、人気が高かったモデルでもあります。ですので、普通に Reno A シリーズだけを遡ってみますと、Reno A、Reno 3A、Reno 5A、それから Reno 7A と来ています。まあ、数字だけ言うならば、3、5、7、ということで、今回発表されるモデルのモデル名としましては、Reno 9A となる可能性が高いというのも、なんとなく想像はつくかと思います。で、ちょっと話が逸れてしまいましたが、この現行でとても人気の高かった Reno 7A、このスペックはどうなのかということですが、スペックにつきましてはこちらでした。まあ、サイズとかその辺のところは省略して、処理性能に関わるような部分、例えばメモリは6ギガ、そして CPU の方はあと言いますとこちら、実はこのモデル低価格なモデルではあったんですが、 CPU がスナップドラゴン 695YG となっています。ですので実はかなり高性能な処理性能の高いモデルとなっていました。で、今回のモデルを振り返ってみますと、今回 Reno 9A として発売される可能性が高い OPPO A785G、 このモデルのスペックとしましてはこちら、
CPU の方を見ていきますと、MediaTek6833 ということで、まあ実はちょっと処理性能的には、スナップドラゴンと比べますと厳しいかなっていう CPU になっています。ただ、まあこれはこれで、決してスペックが低すぎるわけではなく、実用的なスペックは持っているんですが、これまでスペックの高めのスナップドラゴンを搭載したモデル、そういったモデルをお使いの方の場合は、もしかしたらちょっとまだつく場面があるのかもしれません。ただし、あくまでそれはかなり細かいところに目をやったらという場合で、基本的にはこの CPU で、特に不満を感じるという点はほとんどないかと思います。ということで、今回噂されているモデル、OPPO の公式 Twitter で掲載されたこのモデル、新型の OPPO Reno 8 は、OPPOReno 9A のことを意味しており、ベースモデルとなっていますのが、海外で先行して発売されています、この OPPO A785G になるということをご紹介しました。まあ残念ながら、エントリー寄りの A シリーズがベースとなってしまうことでない、CPU が MediaTek の CPU になってしまったり、あるいは動画撮影におきましても、4K が撮れない。せいぜいフル HD までしか撮影できない。まあこういった欠点はあるものの、国内向けに投入されるモデル、ちゃんと様々な国内のサービス、対応した状態で発売されますので、例えば新しいスマートフォンになったからといっても、まあ特に問題なく様々な機能を使えるかと思います。いずれにしても今回発表されるであろう新しいリノシリーズ、OPPO の公式ツイッターによりますと、こちら6月13日火曜日発表となりますので、まあもう間もなく発表となります。また発表されましたら、早速今回国内に投入されるモデルのスペック、それから気になる価格、今回ベースが OPPO の A シリーズがベースになっているということで、もしそうならば、ある程度価格も抑えられたモデルになることは期待できますので、その辺、OPPO から公式に発表がありましたら、また別の動画でその詳細をお伝えしたいと思います。ということで、今回は OPPO が今後国内で発売する最新のスマートフォンをご紹介しました。今後も各社の新製品情報などありましたら、このチャンネルの方でどんどん発信していきますので、気になる方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。また、もう現時点で、使いやすいモデルが欲しいという方、そういう方は、この動画の概要欄の方に各種スマートフォン、特にコスパの高いものもありますので、人気のスマートフォン販売ページのリンクを貼っておきますので、そちらも気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。